悪者列車軍団はどうなったの？孫先生は予言が鉄棒で引き取り、もう孫先生は元の鉄棒に埋却とのことです。ああ、だからあそこに孫先生がいるんですね。ちなみに、手動機械を裏切っているので、実質寝ています。あ、あなた方はこの鉄道の所属車両ですか？はい、ってことがもしかして。私は223系、1000番台です。6000番台の姉です。私は381系、スーパークロシオです。パンダクロシオの先輩です。そして僕は201系、東海道線です。本当は、丹後ビズカバリーを兄が引き取る予定でしたが、故障したので代わりに来ました。わざわざお越しいただき、ありがとうございます。ところで、なんでこんなことをしてしまったのですか？それは、お気場が良ければ三先生の過去をお話ししましょうか？お願いします。では丹後ディスカバリーからお話しします。丹後ディスカバリーは先ほども言った兄がいて、兄は天才科学者としてうちの鉄道では有名だったのですが、実力が上な兄に納得がいかず、失望して悪者列車軍団に入りました。いや、それでもすごいですよ。というか、お兄さんはどんなすごいものを作っているんですか？さて、次は私の後輩ですね。パンダクロシオは最初の方は真面目な電車だったのですが、本人はあのパンダ顔に納得がいかず、いつしかニートレインにまでなってしまったわ。ちなみに利用者には大好評で、今も復活を待ち望んでいるわ。は、はあ。それじゃあ、最後は私の妹ね。妹の6000番台は、レースが大好きな車両だったわ。しかし、本部からの一言で彼女を大きく変えたわ。その言葉は、君は130キロ運転しないでね。この一言を言われた次の日、彼女は消息不明となりました。なんか、うん。まあまあ、お気持ちはわかりますよ。さて、そろそろおいとまさせていただきます。本当にうちの者が大変なことをしてしまい、深くお詫び申し上げます。ねえねえ、今度阪急の新車が来るんだって。しかも一気に4編成も。え、逆にすごくねえか？次回、ヤギンガ鉄道模型物語第24話、阪急6352F の真実。